先輩からとりあえず行きますか。空先輩ね、1対1なし、気持ち的には近づいた、いや近づいてないって、何にも変わってない、どうしよう、なんか変わった、あ待って、マリン出航ライブで一緒に歌ったか。1対1はさすがにないけど、あダーツも、あそうダーツ、君たち君たちよく覚えてんじゃんねえ。でも案件で一緒になったって、なんか案件でしかないな、ビジネスの関係ってこと。まあそうなってしまうか。でもだ、なんかね難しいんだよ、どうやってさ距離を詰めればいいのか。オフコラボしよう、オフコラボ何したらいいんだよ、オフコラボして何したらいいんですか。船長からはお呼びしました、船長からはライブにお呼びしました、逆に空先輩に呼ばれる女になる、これでいくか。で、ロボコ先輩ですね。ロボコ先輩は、生誕祭ライブで一緒に歌えた、今年こそは裏でゴーフィーする。忘れてた。そんな話あったっけっていう。ゴーフィー？何ですか、ゴーフィーって。なんかあったっけ、そんなの。ゴーフィーした？してないね。何すか、ゴーフィーって。お菓子の名前か何か。うん、やってなかったですね。しかもなんなら、生誕祭ライブで一緒に歌ったけど、今年は歌ってないから、むしろ退化してるの、これ関係が。まあでも、言いづらいんだけど、ゴッフィー、かなり、興味ないな。どうしたらいい？ゴブレットみたいな、なんだっけ？ゴブレットみたいなお菓子あるよね。なんかないか。あ、そう、ゴーフレット、あ、そう、ゴーフラー、ゴブレット、ハリポタ。あ、失礼しました。ゴーフレットですね。じゃあ次はですね。ミコ先輩。これミコ先輩って書いてあるけど、今やミコ先輩ってもう呼ばないな。ミコチって呼びますね。ここはちょっと変化ですね。ミコチ。逆に、いつの間にミコチになってんだ、船長。なんで勝手に距離縮まってる？1対1なかったよね。あれ？去年、2022年。うん、ホロベイビーの絆思い出して。いや、ホロベイビーの絆思い出すのはミコチの方な。マリンがハブられてるから、あれ。あれ、ハブられてんのマリンだから。思い出すのミコチな。マリンは覚えてるよ、絆。全然気にしてないですよ。実際気にしてないけど、別に。ミコチは本当に、なんだろう、なんかそういう企画とかに、さ、呼ぶとさ、なんか絶対なんか面白いことしてくれるみたいな安定感。エロゲー。いや、エロゲー。船長もエロゲーやってみたいけど、でもなんかあれなんだよね、配信できないじゃん、エロゲーは。GTA はどう？船長、GTA やってみたいんだよね、現実問題。実は、一回やってみたいけど、もしマリンが地獄の自動車運転してやるか。連れてってやるよ、地獄へ。行くぞ、出航。はい。あずき先輩、1対1なし。今年は、あずき先輩は、ホロライブに移籍。これは本気で絡む年になるでしょう。言ってんな、なんか。言ってる、でかいこと、なんかすごいやる気満ちてるけど。絡んだ。いや、でもね、でも、ライブに呼んだしな。ライブに呼んだし。ライブに呼んで、その時会って、喋ったの。その時に、マリンちゃんも今年こそご飯行こうよ、今年こそ。行きましょう、今年こそご飯行きましょう。過去、行かないまま1年経過。いや、なんか一緒になんかコラボやろうって話はね、してたんですけどね、実際問題。うん。でもなんかコラボしましょうよってなって、何しますかってなった時に、なんか、歌とかみたいな話が出てきたの。ちょっと個人的には、なんか、歌とかちょっと自信ないから勘弁してくださいってなって。で、あずき先輩と歌枠やったら処刑されてしまいますよ。勘弁してくださいみたいな感じで。じゃあ何にしよっかってなって、遊びたいぜ、みたいな。で、次がですね、はい、スイちゃんですね。
今年こそはついちゃんと歌える歌唱力を身につけたい。無茶なハードル高くね。ちょっと去年の目標のハードル高いよ。お絵かきいいじゃん。お絵かきね、お絵かきね。でもなんかスイちゃんお絵かきしてる余裕あるかな。でもなんか逆にさ、スイちゃんが絵が上手いってこともはや知らない人多そうだから、逆にお絵かきやるか。実はスイちゃん絵も上手いんです。うん、今誘ってみて。いや、忙しそう。いや、忙しそうだし、やめとくか。いや、忙しそうじゃん。誘われるまで待つ。なぜなら、忙しそうだから。お忙しい中、時間を割かしたら申し訳ないから。ええ、ここはもう待ちで。まず行きましょう。声だけかけなよ。かけるか。行くか。私こういう機会じゃないと絶対二度と声かけないから、チャット送ってみるか。久々にお絵かきコラボでもしませんか。はい、じゃあこれでちょっと行ってみますと。去年は接近したと思っていたがビジネスだったと気づいた。しかし今は脱ビジネス活動に力を入れ、すっかりてーてー中に、かっこマリンヒ。まあでもさすがに船長、ホロメンの中で多分一番顔を合わせるのがフブちゃんなんだよね。なぜならラジオがあるから、めちゃ合うんだよな。ラジオ後にご飯行く。え、なんかね、逆なんだよ。逆になんだけど、逆にあまりにも会う機会がありすぎて、まあ今日別に行かなくても、別に今日急いで行くこともないか、まだ慌てる時間じゃないみたいな状態になるわけ。わかる？フレアにも同じこと言う。いや、フレアは違くて、フレアは月一で会ってるけど、月一で会う、それはご飯に行こうねっつって会ってるわけ。フブちゃんはラジオでお疲れ様でーすって会ってるから、今からご飯行かんみたいな、なかなか言いづらいんだってね。ラジオでも一緒だしね、シスターマリンも年一でやってるし、あ、歌謡祭の司会もやってくれたしね。これからも頼りまくろ。え、まちゅりですね。まつり先輩はね、なんか最近まちゅりって呼ぶんだよね。まちゅりとてーてーはしたくない。え、どうした？なん、どういうこと？なんかあったから、今年はまちゅりをたくさん泣かせて分からせていく。え、どうした？なんかまちゅりに対していきなり辛辣。あれ、したっけ？まつり先輩と一対一って。あ、してないか。してないか。なしだな、じゃあ、なし。今年はビジネス定点しよう。マチュリと定点はしたくない。ダンスまた教えてもらおうかな。でもちょっと、ダンス教えてもらうにしては船長がちょっとスキルアップしすぎて、昔はね、あのゴミのようなスキルだったから笑えたけど、今ただの笑えない下手さになってしまっているかも。リングフィット、負荷30オフコラボしよう。やだ。嫌に決まってんだ、ふざけんな。誰がやるかよ。船長はしたくない、そんなことを。何、全否定で泣いちゃう。今年は、マチュリをたくさん泣かせて、分からせてゆく。2022年度に関してはマジ絡みなかった。かなり絡みなかった。しかし、今年こそは、ガチで分からせて、マジ泣き、させる。なんかよくわかんないけど、去年のノリに乗っとってね、ちょっと圧強めでいくわ。はい、メルちゃんですね。1対1は、去年はあったんだっけ。去年はメルとやった。ライブでステージに一緒に立ったりもした。今年もやる、歌う。メルとは結構
ね、いろいろお話ししてますけどね、いろんなお話、メルのライブに出た、そして今年もやる。でも何も変わんないけど、そう、去年と一緒です。ええ、全く同じ気持ちです。ええ、手抜き、いやいやいや、手抜きじゃないよ。いや、メルとはこの安定した二人の信頼関係があるんです。バシーン！あー！メル！メル、この豚！この豚！おしい！メル！ひだまずきなさい！ひだまずき！あら、痛いよ！これが、これが、これが、これが好きなんでしょ？好きです！気持ちいいです！あー、やっぱ好きなんだけど、これ気持ちいいのね！いきます。え、はーちゃま一対一なし。よく考えたら頭はーちゃま邪魔にはなりたくない。どういうこと？今年はエチエを見る。あ、わかった。これは思い出した。2020年のマリンが今年こそは頭はーちゃま邪魔になりたいって書いて、それに対してよく考えたら頭はーちゃま邪魔にはなりたくない。アンサーだったんだ。え、はーちゃまの異次元企画に乗っていけるほどの強さが私も欲しい。今年こそは頭はーちゃまはーちゃまちゃまになりたい。そう、同じね。こちらもね、やっぱり頭はーちゃまちゃまーにしてね。調べたんですよね。食紅を 3g 以上摂取すると死んじゃうらしいんだよね。え、はーちゃまの異次元企画に乗っていけるほどの強さが私も欲しい。今年こそは頭はーちゃまちゃまーになりたい。はい、頭はい。え、よく考えたら頭はーちゃまちゃまーにはなりたくない。やけろ先輩面白いからな、もっと一緒になんかしてみたいんだよね。何したらいいんだろう。でもね、ライブにお呼びしたりね。あ、私服、そうだ、私服コーデ。変な服見せてくれましたね。あの、こ、あれ、すごい、あの、あきちゃん、すごいこれ可愛いんだけど。フォローが、まずフォロー。かわいい、かわいい、かわいいけど、ね、唇が2個あるよ、これ。自分の。そういうこと。船長はですね、こちらね、まずね、ちょっとこうやって見るとですね、ちょっとなんか、おっぱいがなんか寄せてあげてる感がちょっと気になりますね。それはさ、違うよ。画力の問題のだけだから。いや。これね、どうですか。いやちょっと、サニーレタスっぽいよ、あきちゃん。なるほど。サンチュ、サンチュ、これは。サンチュ？アクターは思春期に突入、反抗期。しかし、マリンは育児放棄していた。そうだったっけ。アクターの反抗期を乗り越え、また絆を見せつけてきて。あ、でも確かに乗り越えた。確かに反抗してたわ、アクタン。去年、一昨年は。アクタンは反抗期を乗り越え、ママ大好き期に突入。お家に来たり、悩みを聞かせてくれたり、買い物に行ったり、娘らしくなってきました。船長の目がマジでね、違う、娘にしたい目か、いつも。そのうち私、なんか名字変えられるんじゃないかなまで危惧してる。宝生アクアになってしまうんじゃないかまで私は危惧してる。かわいいし、うちのアクアちゃん。はい、で、チョコ先生っすね。マッサージしてほしい、料理作ってほしい、結婚してほしい、やるならオフコラボがいいな。キモ、キモ、地獄みたいだよこれ。なんか
リッチショコラ出たの去年だっけな。去年ぶっちゃけかなりやったからな、オフコラボの時に。これ実際かなりやった。あいちょこ先生もね、言ってましたね。なんか自分の自爆でね、あのマリン様の胸もんじゃったみたいなこと言ってましたけど、それどころの騒ぎじゃないからね、言っとくけど。あとなんだろうね、でもなんかご飯も作ってくれるし、肩も揉んでくれるで言うと、今高根類に軍配が完全に上がってしまったからな。まあ高根類がダメだった時はチョコ先生に結婚してもらおうかなって感じ。高根類がダメだった時、結婚してください。またご飯食べる系のやつに呼んでください。よろしくお願いします、チョコ先生。シオンタンですね。去年もでもオフコラボしたからね。でもあれ本当にガチ聞きしちゃったのは、朝起きたらシオンタンが布団にいなかったこと、あれは本当に聞いちゃったね。あれに関してはシオンタンは自分の配信ではなんか、船長が同じ布団で寝てなくて寂しがってたよとか、船長かわいそうっていうリスナーのコメントに対してシオンタンが気にしてないよみたいな言ってたけど、確かに船長は起きていなくて、リビングに行ったらソファーにいるシオンタンを見て、あ、おはよう、おーみたいな、うん、寝れたみたいなテンションで普通を装って言ったけど、心の中ではかなり聞いてたからね。普通に大ダメージ負ってた。なんで布団から出て、うわ、何が嫌だった、シオンタン、何が嫌だったってなったからね。かなりダメージ負いました。シオンタンめちゃくちゃおもろいからな。また、なんか、一緒に、やろうや。はい、あやめ先輩ですね。あやめ先輩、あれ、一対一やってないよね、去年は。ガチめに記憶にない。なんと、記念ライブに呼ばれたり、家にも誘ってもらった。しかし、まだ行けてない。いや、ガチでまだ行けてないわ。でもさすがに二人きりはね、ちょっと難しいものがある。会話が弾まなさそうでドキドキしてきた。何か、誰かね、誰かもう一人。あ、高根類だな。高根類挟むか。また、記念ライブに呼んでもらえて嬉しい。毎年、呼んでください。ください。高根類をクッションにして家にも行きたい。高根類がいればいける。いや、高根類はいいよ。友達っぽくなり始めている。スー君のリアクション気持ち良すぎるだろう。ブイーって何？え、この曲よくね。出た、この曲よくね。出た、曲よくね。うん、さあ、ついにアニメだ。あ、すごい、アニメです。え、顔からいく感じ。頭から結構大ダメ。え、ここで出たの？発射！
をやってるスーくんのリアクションマジ気持ちよかったからな。マジ、あのスバ友がスバル先輩に自分の好きなゲーム無限にやらせたがる理由がよくわかった。まあ、でスーくんね、よくね、いろいろ相談してくれる、これどうしたらいいと思うとか相談もくれるからね、まあかなり仲良くなってきたのかなって感じもしてますけどね。上半期下半期ごとに服を選んでくれる悪金の絆もある。え、悪金の絆？今年も服を買いに行ったり、悪金社長として発展を共に頑張りたい。これまずいですね。ということでね、悪金警察どうなったの？あ、悪金警察ですか？解散しましたよ。悪金って、何？解散しましたよ。まずいな、解散してしまった悪金警察。ミオマリン流行らせたい。うん。ミオマリンやってる時のミオ先輩がマリンに対して死ぬほど圧が強いのがめっちゃ好きなんだよね。そうだよな、ラジコーンみたいな、あの感じがめっちゃ好きなのよ。大丈夫だよな、ラジコーン。大丈夫っす。嬉しいよー。ありがとうね。あ、やんじゃねえ。え、おかえ先輩っすねー。一対一なかったよね。豆腐を変えずか誘ってみようかな。覚悟誘ってない。マリパー2のミニゲームコースターやる、やってない。メスおかゆ増えたので、もうマリンがおかゆをメスにする必要はない。ちょっとだけね。先っちょだけ。カッチンコッチンですー。買った。先っちょだけいただいてきまーす。一丁だけいただきますよ、経験値。うまーい。ペロ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 。で、高速経験値食べ。ペロ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 。そうか、お役ごめんなんだな。結局マリンは、つまりオカニャンはもう一人で立派なメスになってしまったんだね。それはそれとして、歌声ほんまに好きだからライブに呼ぶ。ライブに呼びたい。またライブ。いいじゃん、呼びたいんだもん。ライブに呼びすぎ。ライブに呼びすぎって言われるから、逆に呼んでくれん。キャイチがライブ呼びすぎって言うから、オカニャン逆に呼んでくれ、頼む。マリンを呼んでくれ。コーネ先輩、おお、今結構コロネ呼びだよね。コロネだね。1対1やりまくり、やりまくってたか。去年やってないか。あ、ラフトした、ラフトした、した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 。いや、マジ笑ったな、あれ。今さ見直してもさ、無限にあの伊之助のシーンでさ、いまだに過呼吸になるもん。マリン、何よ、見て。伊之助じゃん。ね、禰豆子と伊之助。ちょっとつまおし。行くぞ、炭治郎。マリン、いいのこれ、マリン被るこれ。船長、じゃあ禰豆子よ。え、それさ、待って、禰豆子とさ、それって共存してる？共存できねえ。お前はどっちを使うんだ。禰豆子。これ、待って、これだと船長の帽子が、何言ってかわからねえ。行くぜ。飯がなくなる。飯。また懐かしのマリコロ
ヘイソーやりたい。あ、レペコラですね。今年のペコマリも予約しておいたのであります。決してビジネス運営支持コラボではありません。ペコラに頼ってもらえる人間になる。え、でもガチで最近マジ頼られてる。うん、これは出れてるね。完全に頼られてる。で、コラボもね、多いからね。むしろペコマリこすりすぎまで来てる。私たち距離を取る。もうやりすぎまであるよ。もはや逆に一周回ってその域までたどり着いてますと。本当にいいの？いやいやいや、いや、キワチ分かってないね、マジで。女心、押してダメなら引いてみろですよ。引いてみるんだよ。そのままペコラも引いていくよ。なるほど。いや、取らない。取らない。うん、ちょっとキマジの意見を参考にして距離は取らない感じでいこうと思います。はい。でですね、フレアは船長を好きすぎるからつい甘えちゃうが、気にしいなやつだから甘えずちゃんと連絡をこまめに送ってやんないとな。なんこれ、なんこの飼育日記みたいな。これからも定期的にご飯に行ってずっと仲良しでいたい。てか、ご飯に行くで思い出した。船長さ、今ペコラと近所だからさ、よくなんかご飯屋さんとかさ行くとさ考えちゃうの。ペコラこの店好きかなとか、ペコラに教えようかなとか。え、なんならたまには一緒に行くってのもありなのかなとか。でも迷惑かけたくないの。なんか迷惑かけたくないってどういうことかっていうと、みんなさ、いや誘われたら嬉しいでしょ、誘ってあげなよって思うでしょ。でも船長が思うに、断るのにすごく気力を使う人っていると思うの。誘われて嬉しい以上に、それを断るのがしんどいタイプいるじゃん、絶対。船長の脳内だとペコラって断るのがしんどいタイプだと感じてるわけ。なんか、あー、誘ってくれた行為は嬉しいけど、あー、ちょっと気が乗らないけど、あー、断りづらいな、ちょっと、一旦じゃあ無視で、みたいな。タイプかなって思うわけ。だからなんかあんま気軽に誘えないんだよね。なんかフレアとかは、行けなければ、ごめん行けないわーとか、ごめんちょい疲れてるわーとか気軽に断ってくれるだろうし、行きたければ来ると思うの。で、船長はだから断られても、誘って時間待ってる時も別にノーダメなの。でもなんか、あのフェコラとかやっぱ、断るのが気まずいのかな。あ、余計なこと言わなきゃよかったか、みたいになるわけ。ですと。はい。で、ノエルですね。2回も風呂に入った。待て、ノエルのブラシでかね。あ、見ないでしょ。ねえ、あ、マジでかっ。でもそれ、あれなんだよな。でもちっちゃいやつだから。ちっちゃいか。そんなこと、え、待って、ABCD ね、最後、K だからね。あー、え、ABCDEFGHIJKそんなことある？いや、ノエルとは強固な信頼関係あり。A、カラオケコラボは、あ、いや。
そのトーキーが聞いたってどうにもなんないぜ、あいや。横断じゃないないわ、帝京平成大学経営学や幅広い学問を学べるんだぜ、あいや、あいまいな。あいやって、何ですか。腹がよじれるほど笑ったからまたやりたいね。まあ結局同期だからね、安定してますと。はい、かなたん、かなたん、もうかなたんはもう呼ばないな、もうかなたでしかない。去年は仲良くなりすぎてゴミ同士になってしまった。このゴミ同士っていうところを乗り越える LINE コラボだったんだよね。かなまりのことをちょっとは好きになってくれたかな。かなまり、かなまり、生まれろ需要。生まれろ需要、生まれろ需要、願い。需要、需要がないことを察している。え、あるよね。あ、え、ない。あるよね。え、やっぱ死にたくなってきた。死にたい。誰が慰めてくれるのこの場合。死にたい。あ、死にたい。いや、マリンの方は普通にもっと死にたいけどね。いやいや、僕の方が今めちゃめちゃ死にたいんだが。いや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 、マリン、マリンもうベランダに片足突っ込んでるよ。いやいや、もう僕だってお尻がもう崖から下に落ちてるよ。船長言ったけどもう手首ないよ、もう。切り落とした。僕だって腕から取れたんだが。え、船長今首もげ始めていてて、首もげてる。僕なんて、もう血まみれなんですけど。LINE コラボで、ゴミ機を乗り越えたことを発表。病死、安定したマブ関係に。はい、わたあめ。船長が泣いてる時、変な踊りしてくれた。明言したんですね、ちょっと前に。すごい減らってるシーズンだったのね。ちょっとコミュニケーション取りたいなぁと思い、まあかなり怪しい状態で、マリンの怪しい心情状態で通常でやるのが危険かと思って、明言でお試しでちょっと配信してみたんだわ。最初のうちは普通だったんだけど、なんか急に感情の高まりがいきなりあって、なんか泣けてきて、なんか泣き出した明言で。いや、なんかたまにあるの、船長、たまにあるの。なんかね、心の中で密かに減らっているときに、ちょ、配信するとなんか高まってきて、なんか泣き出すみたいなの、定期でやってて。大体そういうのはね、アーカイブ消してて、それからその、面言が終わった後の日で、ちょっとお仕事があって、スタジオ行ったんですよ、スタジオに。なんか、まあ、何人かいて、メンバーが何人かいて、で、控え室で話してて、なんか次の、で、仕事の話とかをして、打ち合わせしていたの。そしたらなんか、これからね、これから仕事っていう時ね、その打ち合わせの段階ね、の時に、なんか、ふとね、みこちが船長に、マリンタン、泣いたんだって、聞いてきて、大丈夫？何があったの？話してごらんよ、みたいな。そしたら、船長、それまではなんか、あ、おはようございますみたいな感じで、いや、今日頑張ろうねみたいな感じだったんだけど、なんか、ブワッと来てるんですよ。あかん、めこち、そんなこと言わんといて、あかんから、そんな、気にかけんといてと思って、もう、めっちゃ込み上げてきて、なんか、これから仕事だっていうのに、そこでなんか、めっちゃ泣き始めて、ぐすって、なんか、船長、そこで、しくしく泣き始めて、もう、朝から、すでに最初からね、しょっぱな化粧崩壊みたいな。で、なんか、スイちゃんとかみたいな、スイちゃんはなんか、あ、大丈夫か、みたいな感じで。で、なんか、わためとか見たんだけど、なんか、わためは、あ、大丈夫。変な踊り、しようか。って言ってた。にわかに踊ってたかも。ちょっと若干変な踊りを見せていたかもしれない。なんか、優しくされたことで、なんかもう、めっちゃなんか、うーってきて、なんか、うーってきて、もう、みんなもう、ほっといたら、あれのことなんか優しくしなくていいから。もう電話泣いてて、でもなんかまあこれからさ仕事なのにさ泣いてるわけにはいかないから、まあ一旦さグッとこらえて、うん、大丈夫頑張るかー、ね、泣いてる場合じゃないよねーみたいな感じで復活したの。一旦復活したよ。したら船長が泣き止んだら、スイちゃんが船長の肩に手をポンって置いて、で何があったのって聞いてきて、
そしたら、だから聞かないよって言ってるじゃんって船長がもう一回泣くなどがあって、相当だるかっただろうな。したら、ミコチとかがなんか、アズイちゃんが泣かしたみたいな。で、でも最初に泣かしたのはミコチみたいなことがありました。ルーナタン、去年は黒帯で一緒にステージに立ったり、スト2やろうと忘れてた。今年もマリルーナあるのらなかったのらなかったのらーなー、ホロルエイビー崩壊してるよ完全に。あ、そう、なんかルーナタンはちょくちょくね船長に相談くれるんだけど、なんかスバル先輩とルーナタンがさ、船長に衣装とかの相談をしてくるのって、あれってやっぱ裏でさ、裏でスバルーナでさ、衣装悩んでんだよねみたいな話をしてさ、え、ルーナタンはマリン船長に相談してるのわよ。え、それめっちゃいいじゃん、スバルもそうしようかなみたいな感じで船長に相談してんのかな。雑声うるせえ。いやな、こんな感じじゃん、スーくんって。ルーナタン、マリンを何かコラボに誘ってください。じゃあ何でもやります、何でもやりますから。なんかやってるよね、飲み配信みたいな。え、呼んでくれ、高級クラブルーナに呼んでくれ。面言だよ、面言か。コラボは面言じゃない。あ、そうなんだ。ま、じゃあそれだな、クラブルーナに呼んでもらう、これでいこう。え、とわさま、一対一ないよね、なかったな。丸山が亡くなったことでマジで会わなくなった。どんどん遠のいていく、とわさま。とわさま本当におもろいんだけどね。ホロさまマジで面白かった。やりもって、我慢我慢我慢。あ、おおおおわっ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 まあでも結局問題な、ジンギスカンの化身は笑ってないぞ。え、笑ってないの？笑ってないの？笑ってない。笑ってない、笑ってたのは。笑ってないと言ったら笑ってない。え、笑ってたかも。知らない。絶対笑ってたよ。絶対笑ってたの。絶対1ミリも笑ってない。おじさん笑ってたでしょ。マジかよ。もう一回やるしかない。わかった。やってくれんの？やだ。もうやだ。やだ。あの、台本と違うことやるのやめてもらっていいですか？今日マジでやばいんだけど。どうなってんのな、これ。この勢いならいける。わかった。あれ面白かった。ラミー来ましたよ、ついに。ようやくラミーまで来たわ。めちゃくちゃ時間かかったな。ラミー今どうしてるんだろう。プンって言ってる。かわいいラミーな。おく、ちょっと待って。なんかラミーからチャット来てる。大丈夫？ラミーとの関係性の時、ラミーいらない？何何何言ってんのこいつ。どういうこと？どうした、どうしたの？来たいの？ちょ、ラミーかなり、彼女ムーブしてくるから。カマチョ来た。まあ、ちょっとラミーはね、5期生なんで、はるか先なんでね、しばらくちょっと、じっそっとしとくか。何？関係性の変化見せようかなと思って、でもいいもん、プン。よちよち。よちよち。ラミタン、かわいいねん。ラミーはね、頭よちよちするとね、死ぬほど喜ぶから可愛いよ、めっちゃ。よちよちって、って喜ぶ。頭を撫でると。ラミーとはね、そう、おなまんになったことでね、よし。
今年はラミーの彼氏になってやるか。チャット送っとこ。今年はラミーの彼氏になってやるよ。なんか来てるな。今年はラミーの彼氏になってやるよ。それはいいや。ここどうするべき？いや、ここはマリンのデータベースによると、じゃ、無理やりにでも女にしてやっから。この推しの強さよ。ラミはこういう推しの強さにときめいちゃうから。じゃ、無理やりにでも女にしてやっから。これはかなりかっこいいよ。多分ドキドキしてる。これドキドキしてるぞ。キュッ。キュンってなってる。ラミーキュンだって。かわいいじゃん。まあ、これにはあえて返事せず、クールに去っていく。これクールに去ると。ええ。ええ。え、で、なんだ？ねねちはですね。今日もライブ見てたわけですけど、なんかね、ねねちと何しようかな。でも絵うまいもんね。なんかお絵かき得意組で何かやるか。ライブ呼ぶ。ライブ呼ぶ無限じゃん。え、でも船長待って、え、ねねちって呼んだことないかも。ライブあ、ないんだ。なかったんだ。いや、さすがに。呼ばれたことは、いや、呼ばれたこともないかも。え、なくね？ないよね。ねねちと、ライブ共演。ゼロじゃん。誘ってくれ。もしくは、誘う。ちょ、マリン、もう呼ぶのがパンクしてきたから、頼む、誘ってくれ、ねねち。願いを届け。誘ってくれ。ボタンさん。ボタンさん、早く、マリンをしばいてくれないか。待ってますよ。気持ち悪い。何これ、何言ってんのこれ。キモいんだけど。ボタンさん、早く、マリンを、しばいてくれないか。待ってます。うわー。いや、ボタンさんね、めっちゃあのさ、ココさんと一緒で、船長こういうかっこいい系の女に弱いから、ちょっとガチ恋手前まで来ている。ちょっとあのこういうね、あの女に弱いの、あのココさんと一緒、船長ココさんも結構ガチ恋一歩前なんだけど、今年はしばかれたい。 M 解放。あ、ボタンさんにしばかれたいです。船長しばかれたい。いや、しばかれて気持ちよくなりたいの。いや、ガチ疎遠だな、ボタンさん。なんで後輩にさん付けなの。距離感がゼロから始まってる後輩のことはさん付けで最初呼ぶんですよ。で、仲良くなるにつれて呼び方が変わってくんだけど、ボタンさんだけ距離が縮まらないせいで、一向にボタンさんのままで止まってるんですね。3呼びが、3年？絵描いてあげた。ボタンさんのファンアートを描いて、めちゃくちゃ喜ばせて、それを起点に仲良くなる。これでいこう。これでいきます。はい、そしてポルカですね。ポルカ1対1したっけ。してないか。案件、あー、春日の案件。あ、公開録音。あーね、ライブにも呼んだ。催眠にもいたね。そう思うとポルカって結構ちょくちょく
あるな。お絵かきの時深夜に急に来てくれて嬉しかった。マリンの絵柄古いかな。船長、やっぱ時代に合わせてちょっと画風変えていきません？そろそろ。何？絵が古いってこと？おい、絵が古いって言いたいか？なんか聞いて改めて見たら、ちょ、まさか、いつ頃くらい？これ、いつ頃？何年代の？いやいやいや、まだ言ってないですよ、そんな。何年代とかないっすよ。ないっすよ。言ってみろ、何年代ですか？え、めっちゃ可愛いんで。大丈夫っすよ。何年代？わからないっすよ、年代まではさすがに。言ってみろよ。言ってみろよ、何年代だって笑った。知らないよ、年代わかんないけど。なんかポルカとは喋ってて面白いんだけどね。ラプラスさん、まあ、でもさ、ラプラスさん、船長ラプラスさんって呼んでる？ラプラスさん、時に ラプラスって呼ぶか。ラプちゃんとは呼ばないな。絡みなくね。ボドゲーやったね。ボドゲーはやった。こぞってマリンのね、心を射止めてください。はい、ちょっと終わったら起こしてください。お前ふざけんな、起きろ。おいちょっと作れ。まだまだこれからでしょう。何やる？ラプラス何やんの？ FPS もう FPS 勢、 FPS 勢、マジで FPS 船長できないからやめてくれ、もう FPS 船長にもできるやつやってくれ。角折ろうよ。あ、いいね、角を折る。そうするわ。高根ルイはね、高根ルイって呼んでほしいんだよ、マリンに。まあ、ルイって呼ぶときもあると。盛大結節三重詩。よく考えたら、え、これってさ、高根ルイってデビューがさ、11月か12月でしょ？ 11 月か12月のデビューでさ、1月の時点で盛大結節になってんの。ひ弱すぎる。かわいそうに。高根類はマリンのことが好きすぎるのが露呈し、完全にマリンの女と化した。ご飯も作ってくれるし、体も書いてくれるし、気も合う。結婚か。結婚まであるな。うん。こよりー、頭ピンク組の絆。こよりは夏っこいから、いろんな先輩と仲良くなれるという顔。この顔ですよ。いろんな先輩と仲良くなれるだろうけど、ずっと頼れる先輩でいたい。なんだこのエモい文章は。え、こよりは、唯一の、セカワ、感想者。え、すごく物語の根幹となっている、何かを伝えたかったような、そんな夢だったの。あー、忘れてんな！私の前世とか？うん、そういうのってやっぱりあるのかな。私何も知らないのかな。終わりか？ん？まだか？どうだ？終わりか？いけるのか？来るか？あ！あ、終わり臭いなこれ。あ！終わりやし。こよりしゃ、感想お疲れ様。ありがとう、こよりしゃ、ありがとう。ありがとう、こよりしゃ。いや、これ、あとちょっとやー。ありがとう。まあ、こよりは気軽に誘ってくれるから、それにはならん。やろ。多分ね、大丈夫。こよりは向こうが本当に気軽に声をかけて誘ってくれるから、まあ絶対疎遠にはならないだろうなという安心感があります。クロエさん、坂本、まあクロエさんも言わないな、坂本ですね、さすがに。坂本とチャットしてると気持ちよくなれる。もっといじめてき。
一緒に風呂に入れてな、風呂入れ、坂又。いや、坂又とはね、まあ、水面下で一緒に水族館行ったりとかもあったんですけど、え、坂又は、やっぱり、マリンを、いじめて、くれるから、エムのパトスが、刺激されて気持ちいい。ホロの全 M が坂又に、坂又にいじめて欲しくて集結してる。ラミーも坂又にいじめられたくて、絡みに行ってるからな。そう、ラミーもそうそうそうだよ。キマジ知ってた？ラミーもだよ。ラミーも M なんですね。いや、結構ね、ガツンときついこと言ってくれるから気持ちよくなっちゃうんですね。カナタンも似たようなこと言ってた。いや、カナタンも M なんでしょうよ、じゃあ。カナタンも坂又にしばかれる快楽にやられちゃったんでしょうよ。知らんけど、きっとそうだと思うね。知らんけど。いろはさん。時々風間って呼ぶか。ライブで一緒に歌ったね。ゲーム大会もありましたね。うん、クッキーももらった。え、マイクラでね、船長風間の顔面持ってるから、これからも風間になりきって、暴れていきたいけどね。キャラたち、船長す、いいもん持ってんの。ちょ、待って、どうやってさ、あ、こうだ。見て風間の頭ござるござるでござる。あ、ござる風間でござるよ。おへそ見てほしいでござる。おへそ見てほしいでござる。あれ、お前誰だ。ブルブル。まつり先輩、まつり先輩、絆を思い出してよ。なんか年取った。傷ついちゃった。引退します。あ、もうあからさまにしょんぼりしながらサロ。あ、待って、夜になるから祭りんちゃいねよ。祭りんちゃいねよっと、イエー。寝よ、夜だよ、みんな、はい、寝るよ、夜だよ、あ、みんな寝て寝て、夜だからおやすみ。ウーバーござるもいいよね。でも、うちにはウーバー高値類がいるからな。ご飯作りに来てくれるからね。そして、ポコベ。ポコベ食べられるなんて思っていないピュアな生き様が船長の心をくすぐる。かわいいよね、このあったまった表情。出汁を取られてもお風呂あったかいとしか思ってない切ない生き様、ポコベはマリンが守る。ポコベ、最近存在忘れててごめんね。今年こそはポコベと対マンする。ベーポコゲームもやる。はい、ポコベとも和解していこうと思います。待って、漢字でポコベとの一対一ってなんなん。一対一よ、一対一と言ったら一対一なのよ。ポコベとのオフコラボまだですが、いや、ポコベのぬいぐるみが届いたらオフコラボするわ。届くかな、いつ届くんだろう。ちょっとじゃあ、まとまったものをね、見せようかなと。のんさん。
でき、はい、こんな感じにね、なりました。新学期になって、新生活で、どんな風に人間関係を構築していけばいいかと悩んでいたかと思われますが、これを見て、ああ、こうやってやっていけばいいのかと感じられましたでしょうか。ぜひとも、これを参考に、はい、困ったらライブに呼ぶんやね。そう、君たちも、新生活で、もし絡みのなんか接点、絡みの起点がないと思ったら、とりあえず、自分のね、生誕記念ライブに呼んでみてはいかがでしょうか。そこが結構ね、一緒に、ね、歌ったり踊ったりする中で、起点になるかなと、思います。というわけで、以上、ホロメンとの関係性変化でした。ありがとうございます。ちょっと待って、これを。インキャプテン、ホーショーマリン、アイムホーショーマリン、イエーイ、センキュー。さっきのさ、関係性のやつ、やっぱコメントでさ、めっちゃ空欄が気になるって言われてて、なんかそれを、そのコメントを見るたびに心にダメージ負うから、もう言わないでほしい。お願い。言わないでも、なんかじわじわダメージが入るから。これが嫌だからやりたくなかったんだけど、まあ、もういいかと思って。ええ。